おはようございます、一ノ瀬はじめです。おはようございます。今日も花粉症がひどくて朝からくしゃみで目覚めました。とりあえずね、今日のご飯は普通の白米に、残ってるからし明太子をかけていただきたいと思います。いえ、おかず足りなかったらまた何か追加します。それではまずはいただきます。はい、やっぱりねちょっと足りなかったので、この味のり、味付けのりいただきたいと思います。これうまいね。うん、実家のお袋からねちょっと差し入れいただいて味噌汁いただいたので、ちょっとね今温めて食べたいと思います。温め終了、いただきます。めっちゃいい香り。ちょっと熱すぎるな。うん、うまい。はい、お昼になりました。今日は昼一、ちょっとねお客さん来るんでささっと食べるために、このもちっと生パスタ、ね明太子クリームのねこう平打ち麺ですね、こいつをいただきたいと思います。まあ、チンしてねすぐできるんで、結構この明太子パスタが僕大好物なんで、ちょっと作っていただきたいと思います。パスタ完成。それではいただきます。うん、新しい電子レンジでやってるんで溶けてないところ、たまにね真ん中ら辺が完全に凍ったままのやつありますけど、今日は大丈夫ですね。いただきます。うん、美味しい。ちょっとね食べ終わったんですけど足りないので、ご飯がねちょろっと余ってたんで、朝飲んだお袋が作ってくれた味噌汁と、冷たいままのねご飯で猫まんま作っていただきます。はい、久しぶりに GH5 を取り出しました。でね、今 GH5 でレッドのコモドを撮影しております。今現状こうなりました。レッドコモドの本体、そして、類似品のバッテリーで、ウランジさんの照明とロードのビデオマイクロ、そしてリグがついておりまして、リグからこのアーム生やして、ここにねスマホを取り付けるクリップをつけました。でここにこのねレッドのスマホハイドロゲン1をここにね装着して、モニター代わり、無線でのね、まあ、若干遅延はありますけど、有線でつないでも遅延あんのかどうかわからないけどね、ちょっとどちらにしてもこれないと操作とかねその辺が劇的に変わるので、やっぱりねこれあるのとないとと全然違うんですよね。で今余ってるこのクリップがこれしかなかったんで、ちょっと引っ越し作業中にねクリップ結構あったはずなんだけど、いろんなとこに雲隠れしてどこにあるかわかりません。で、三脚はねこれね、グルドン界隈で有名なジットのミニ三脚、こいつの安定感半端ない。このカーボンのねところの柄もすごくかっこいいし、めちゃめちゃ安定してるでしょこれ。ほら多少こうなんだかんだやっても倒れない、この安定感は最高です。でまあね持つと結構重いんだけど、この三脚ね、ミニ三脚がグリップにもなるということはねグルドミンの中ではもう証明されてますので、できればねちょっと外にも持ち出してこれで撮ってみたいのはあるんですが、このガチカメラを外に持ち出していく勇気が未だに起きないので、家撮りばっかりしております。ね、ちょっと休みの日とかにね公園行ったりとかその辺だったらいいんだけど、普段から持ち歩くにはねちょっとこいつガチすぎるんだよね。うん、まあ、ちょっと気合い入れて一回外に出てみたいとは思っておりますが、すごいフェイスパックしながら寝てるね、うっかり寝ちゃってもう信じられないけどもちもち肌が、
っていう情報が今みんな欲しいですよね。急に母ちゃんが目が覚めて入ってきました。新しい家ね、床暖が入ってて、床暖つけたら母ちゃんは瞬殺で寝るんでね、もう大変です。そこでもう母ちゃんの時間はストップしてしまうのでね。シャイじゃないんだよ。しょっちゅうもう瞬殺で寝ます。あのベッドにたどり着けないね。どうしよう。何が。もう無理だ。無理だじゃねえんだよ。もう切ってやろうか。真面目な話無理だ。あれだけね、家に床暖つけるの反対してたのに。じゃあじゃないんだよ。本当。うん。俺が強引につけたらまさかの一番。ほらね、贅沢したからと思ったんだけどね。私は預かりだからいらねえわとか言ってたのは誰なんだ。なあじゃないんだよ。死ぬんか。やばいのか。今日焼肉食ったからそいつがもう恨みに出たのか。なんだって。なんだってじゃねえ。年寄りか。まあというわけでね、そろそろ今日も夜遅いので寝たいと思いますので、今日はもう寝ただろお前は。というわけで今日はこんなところで終わりたいと思います。また次の動画でお会い、何いお会いしましょう。またね、バイバイ。バイバイ。 And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty.